北海道ファンマガジンをご覧の皆さん、お久しぶりです。活言大使の脇田由衣です。さあ、札幌そして北海道もいろんな地域でも雪が降っております。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。風邪などひいてませんか。気をつけてくださいね。さて、いつも通りですね、新しいフレーバーが出ます。皆さんにご紹介したいと思います。出ますというか、もう今日出ちゃってるんですけども、12月1日から発売となりました。もう冬のおなじみのフレーバーになってます。果物の、冬の果物の女王、いちごフレーバーです。じゃじゃん。なんかいつもいちご活言もっと遅くに出てたイメージあるんですけど、1月とか2月ぐらいね、冬もっと深まってから出てるイメージがあったんですが、ピンク色からこの真っ赤な色になって早めに登場ですね。いや、これはもう例年人気だから早めに出てるのかなというふうに思いますが、私去年もすごい買ってたんですけど、今年もこれはハマりそうですね。はあ、なんかちょっと練乳をかけたいちごの香りがふわっと広がります。パック開けた瞬間に、このいちごの酸味と活言のもともとの甘みとぴったり合うんですね。これはもう本当に相性がいいフレーバーなんじゃないかなというふうに思います。これね、人気なのも確かにわかります。そして横にね、活言飲んで受験に勝つというふうに書いてますが、私この間活言神社に行ってまいりました。横に添えてあるあのおみくじを引いてきたんですけども、なんと大吉でした。いや、大使やっぱり活言神社でおみくじ引いた大吉出るわけですよ。嬉しかったですね。そしてですね、ちょっと来年から活言60周年を迎えるということで、ますます皆さん活言から目が離せなくなります。一緒に応援していきましょう。世界に広がれ活言の輪。またね。